今日は BGM 流せそうだから流して、ふっふっふっ。これ、これ聞こえとる？大丈夫？あ、やばい、ごめん、近かった。よいしょ。聞こえとる。よし。ありがとうございます。ネコプ、ありがとう一番。いらっしゃい。ひでゆきさん。おがっこさん、うん、にじいろさん、そうなんですよ、今日告知めっちゃあったやろそうなの、あの自分的に一番お伝えしたいのはこの5月にね、あれ5月だったよね、ファンクラブが1周年記念になるんですよ。ちょっと新しく知ったファンクラブが、でそれのあの記念、1周年記念としてライブを行わせてもらうことになりました。嬉しい。で今日からね、もうあの抽選なんですけど、チケット抽選が始まっておりまして、今あの X から飛べるようになっております。固定ツイートにした。ぜひあのファンクラブの方限定なんですけど、5月19日だ、日曜日、会いに来てね。新一さん、コシさん、大将さん、ひなおちゃんのライブでまた赤竹の曲もやることあるのかな。あ、どうだろう、やりたいけど今のところその予定はないんだけど、19日はね、にできたらいいよね。めっちゃ来てくれるかな、赤さん。おさぴーさん、かんちゃん、のぶしゃん、大工さん、かぽさん、ありがとう。コロボタコ、なんだこれ、ありがとう。あ、キャラ握りかこれ、ありがとう。大工さん、やたか、スエさん、ひなおさんでやで、ひなーずでありがとうございます。そうそう、今日はあのファイトクラブも入ってたんですけど、タケノコさんに当たりました。やった。あ、アンパン、アンパン、ありがとう。いや嬉しいね、その名前をさ見ながら対戦してるからさ、もう一瞬で分かったありがとうございました。底辺さん、ワンダーさん、スルメさん、マメちゃん、 HK さん、大文字のカズさん、ペクポワさん、サクラタイガーさん、ありがとう。しんいちさん、おにぎり、ピルクル、神尾カンデさん、ありがとう。あさみさん、おにぎり、大将さんもありがとう。いちごの妖精さん、じいさん、まーちゃん、ありがとう。のぶしゃん、100キロ、ありがとう。のぶーさん、たーくん、メリーさん、やっくん、犬猫さん、ローマ字のまささん、まみちゃん、ありがとう。おにぎり、おがこさん、お茶、おばぱー、ありがとう。のぶしゃん、いらっしゃい。フィン、ティーンさんか、ティーンさん、ありがとう。おがこさん、お茶、HK さん、ピカピカ、ありがとう。アマトーさん、あ、そうやそうや、それそれ、あれ、ちょ待って、そうなのよ、え、そう書いてた、詳細のとこに17日リニューアル1周年の抽選か、ありがとうございます。
今日からね。神尾かんでさん、おにぎり。すごいね、コロポ。その AKB さんの大家さんとお嫁するのかな。4時間51分だって、フルマラソン。早すぎ、すごいな。おにぎり弁当、ありがとう。スルメさん、ありがとう。クマパン。サトシさん、あ、ラジオ聞いてくれた。ひなほんさん、お泊まりオフ会。あ、今日、なんだっけ、今日さ、私の家の話してたんでしたっけ、今日のラジオ。どんな話しよったっけ、今日。ラジオ聞いてくれたの？あ、そう、あとコーヒーの頼み方ね、ジャンソーとか行った時の。公園さん、おにぎりありがとう。 AKA さん、のもさんいらっしゃい。キュイーンさん、ありがとう。リュウいらっしゃい。アメゴマさん、キャラにぎり。ふん、のりさん、今の挨拶だけでも平和。読み仮名つけてくれとるわ。いや、マジでね、平和ってピンフーって読んじゃうんだよね最近。新一さん、じいさん、ミルコ、ありがとう。おがっこさん、おにぎり。のぶーさん、キャラにぎり。まめまめさん、タッキーさん、ありがとう。ゴンちゃん、おにぎり。じいさん、お茶。キョンシュさん、バンパイアオニさん、ありがとう。おさぴーさん、かわいい、ありがとう。じいさん、こえぽんさん、お茶、ありがとう。てへんさん、おにぎり。漢字の青さん、ありがとう。何を許してちょ。あ、ちょっと暗いなと思って。で、私今日黒着てるから、なんかさらに暗いなって思った今。まだね、充電器届かなくて、いや、変えようという話なんですけど、もったいないかなと思って。そうなの、いっぱいさせるさ、充電器を買ってたから。あれ、もう届いてるのかな。あれ、ワンガンさん、ありがとう。ファイトクラブ、ひなほちゃんに会えなかった。しかも一回も勝ったやつ。え、そうなんだ。え、私もさ、今日めちゃくちゃさ負けちゃった。今日めちゃくちゃダメダメだった。本当にわかるよ。また対戦しよう。ワンガンさん、やりますので。交流闘技場はどれぐらいの頻度で入れるのかわからんけど、そのね、毎回こう決められてるから、入られるゲストさんが。クエポンさん、お茶。じいさん、おにぎり、ありがとう。のぶーさん、お茶。ひろくん、ありがとう。髪型のせいか幼く見える。嘘、ほんと。今日割と大人っぽめな感じに仕上がったなと思ったんですけど。本当ですか。上げてる方がね、若く見えるよね、髪って。ユッキーさん、結婚して、ありがとう。カイザーさん、ありがとう。ローマジヨシさん、お疲れ、ありがとう。あー、ほんまや、テロップ忘れとった。ありがとう、大工さん。あれ、買いとったわ。買いとったよ、大工さん。テロップ忘れたかと思ったら忘れてなかったよ。虹色さん、お疲れ、ありがとう。ローマジユッキーさん、スナフキンさん、いらっしゃい。隊長じいさん、ピカピカ、ありがとう。まーちゃん、ヨッピーさん、かわいい。あ、リラクマ、ありがとう。あなた強いわね。ネコッチさん、ブルーさん、カノーさん、ありがとう。ドナルドさん、ラブレターありがとう。フーガネットさん、おにぎりありがとう。ローマジマサさん、おにぎり。あー、隊長、レインボースターめっちゃくれてる、ありがとう。ポポポポ10個も。ガックンさん、いらっしゃい。
今日もおろしポン酢。そうです、今日もおろし。今日なんかネジネジのやつしようかと思ったけど、なんかこのパーカーだったらおろしの方がいいかと思って、スウェット。ローマ人マサさん、おにぎり。マーク2さん、いらっしゃい。ワンダーさん、おー、リンシャン解放ありがとう。アマトーさんのお便りで、麻雀始めて1年とか。あ、そうだそうだ、そうそう、アマトーさんのくれたメールを今日読ませてもらったんだけど、アマトーさんはその私が麻雀してるっていうのを知ってから始めてくれたんだよね。でそれから1年経ったんだって。すごいことだね、本当に。このルームにも何人かいらっしゃるよね、この麻雀を始めたよってきっかけで。嬉しいです。おしるこさん、いらっしゃい。まみちゃん、フルありがとう。イベントいっぱいだね、愛媛で。ごめんね、愛媛 やりたいし、関西もねずっと言ってくれてるから関西もやりたいんですけど、うん、そうなのよ。とろけるさん、キラ100ありがとう。エウグレナさん、いらっしゃい。まーちゃん、フルーありがとう。かいの山々、日に武田節。おだっちさん、ありがとう。アントワーヌさん、コウトクさん、ありがとう。おにぎり。いなっちさん、いらっしゃい。ひでゆきさん、底辺さん、ミルク、ありがとう。ひでゆきさん、お茶。ファンクラブイベントのコピー？コピーって何？ピルクル、誰が考えたのって。この感謝感激アメニョッキみたいなやつですか。私ですよ。タイトルいつも私が考えさせてもらってます。なんかニョッキってさ、ニョッキ誰が考えたんだっけな。ニョッキはね、もしかしたら TKD さんが最近言ってくれたかも。なんかタケノコだからニョッキにしたらみたいな案くれた気がする。底辺さん、ミルクありがとう。あ、そうだそうだ、感謝感激雨あられ一ニョッキライブみたいなのにしてたんだけど、ちょっとだけ変わってるねこれ。感謝感激雨ニョッキになってるんだけど。誰ちょっと変えたの。このね、いつもこのチラシがあるでしょ、この感謝感激アメニョッキ。今回はこの、なんだろう、私のこっち向いてる写真のさ、これのいつもフライヤー作ってくれてる方がいて、もうその方がこう天才的な毎回チラシというか、サムネを作ってくださるのよ。でグッズとかも最終的に私がこうラフとかでこう送ったものを形にしてくださるのがその方で、めっちゃすごない？今回のこの感謝感激アメニョッキとか、前のビッグショーとか、今までの全部か、一人になってからの全部ですね、作ってくださってる。イニシャルで言うと F さん。すごいよね。多分その方がアメニョッキーっていうのをちょっと変えてくれたんだと思う。クーハルさん、いらっしゃい、ありがとう。イ
なっちさんありがとう。言ったか。ひでゆきさん GG。DRM リーダーさんありがとう。とことこさんありがとう。あ、ありがとう、こえぽんさん。早速、抽選。応募してくれたのか。猫豚さん、パン。パン。ありがとう。ハイドさんいらっしゃい。うさぎさん、ありがとう。くまたかさん、ありがとう。お、隊長か。さっきのキャラ握り。いっぱいありがとうございます。お、リラックマン。なんか仕事とかって書いてなかった。あ、甘藤さん、CPU と私戦えました？私の CPU と。え、ポンしてたの？耳が喜んで。あ、やっぱ CPU でも声聞けるんだ。え、めっちゃいいじゃん、それ。聞いてくれた？ツモーとか言ってるの。え、上がったのかな、私、ちなみに。その CPU の私は。ユーニャンさん、ありがとう。シロさん、ありがとう。あ、ワンダーさん、アンパン、アンパン、ありがとう。ファンミは距離近くて楽しいよねって。ね、今回もね、あの、まあ、いつもと同じぐらいの規模というか、うん、それぐらいだと思います。会場はね、初めてのとこなんだけど。原宿だって。ブレイブさん、おにぎりありがとう。仙台ね、仙台も行きたいわ。すごいの来た？これ何の話してたんだろう。隊長ありがとう。おにぎり。ブレイブさん、お茶ありがとう。あれってどのくらいの確率？あ、でも今回はね、闘技場はそんなにめっちゃ倍率高かったとかそんなんじゃないと思ったんだけど、ま、普段から多いからさ、そのロンロンとかに比べたらちょっと確率は上がる、あ、下がるかけど、今日もなんか参加人数書いてるよね、このトンプーとかサンマーとかの横にさ、今さ何人が参加してますとかって書いてない？それ私だけなのかな。ひろくん100キラありがとう。おやすみ。あ、なるほど、隊長ありがとう。1600回。豆ありがとう。すごい長老です。これからもよろしくお願いします。野菜さん、よしぼうさん、マンボウさんありがとう。ユッキーさんありがとう。あ、テイクアウトグルメの回だ。神散歩、西条市のたこ焼きのお弁当。あ、ね、あれ、あれめっちゃ食べに行きたい。ユッキーさん、西条市の、あの、今回の神散歩でさ紹介したとこなんだけど、たこ焼き弁当っていうのがあってさ、愛媛にいる人はぜひ行ってみて。西条だけど、たこ焼きお弁当、もういろんな味が食べたい人向けに4つぐらいずつ入ったいろんな味のたこ焼き弁当、ちゃんとね弁当柄に入ってるのよ。弁当柄。ひでまさんいらっしゃい。ネコプパン。ヴァンパイオーニさん、ミルクありがとう。カラパウ、明日の松山曇り。あ、東京晴れのち曇りか。よし、雨降らないの。よし。トゲいらっしゃい。一ニョッキ、19日はソロライブだな。ソロライブですね。あ、でも今回予定ではかいちゃんが演奏してくださる予定なんですけど、かいちゃんとの、そう、かいちゃんが演奏してくださってライブみたいな、ビッグショーみたいな感じのライブになるかなと思います。だからあのイベントとかではないね、ビンゴとかじゃなくて。はるかさん、130ブルースさん、白夜さんありがとう。アット
マーククジラさん、クニーちゃまさん、ありがとう。ノリフル、ありがとうございます。1600回の体調に綿棒か何かで綿棒なんか新しいのないかな。まあでも綿棒で1600回、1600回、体調ゴリ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 、おめでとう、おめでとう。 T 赤さん、いらっしゃい。ワンダーさん応援してる、ありがとう。ギウさん、ブラッチ今終わったんかい、お疲れ様。遅かったね。シルファさん、おにぎり。カズアットマークさん、ヒロチさん、しんちゃん、ありがとう。100キラ、お、おだちさん、 TikTok 上げてくわよ。あ、今日もね、この後終わったらちょっとしようかなと思ってました、 TikTok ライブ。ペリーさん、ありがとう。大将さん、フロー、ありがとう。そうなのよ、もう1年経つんだけど、リニューアルして。最高に可愛いニョッキ、一ニョッキ。はい、あ、ブラッチおにぎり弁当ちょいと詰めて、ありがとう。つえさん、ありがとう。キャラにぎり、白夜さん、結婚してありがとう。スエさん、フルー、ありがとう。あ、リアタイしてくれた。リンシャン解放、インテリアのお話、フランフランの時計、あ、動いてるよ、フランフランの時計、ちゃんと時間通りです。すごいな、めっちゃ持ってるわ、あのいただいた電池。キンちゃん、ありがとう。おさっぴーさん、キャラにぎり、ありがとう。おめるさん、そうなのよ、どうする、8年目に入ったんだけど私もう日常の一部だよ。お疲れ様。ようちゃん、いらっしゃい。いろいろなイベントが目白押しね、今日すごい告知させてもらったわ、嬉しいことに。こうとくさんも1100回なのか、ありがとう。すごいな、毎日ありがとうございます。トゲ、キャラにぎり、ありがとう。ヤマピー、あー嬉しい、5月も6月もチケット取るどう言ってくれとる、ありがとうございます。にだ、大佐さん、本当6月のライブの場所だ、青山リズムさんかな、それ。ボーダーさん、還暦初心者って何？今年還暦迎えられるってこと？いつだ？おめでとう。のり、ミルク、お茶、ありがとう。新一、いらっしゃい。ひらがなのユキーさんも、お茶ミルク。のぶちゃん、お茶。隊長、お茶。新一、おにぎり、ありがとう。ひなほさんに還暦をお祝いしてもらうので、あと20年くらい配信してねあと20年か。じゃあ私の還暦もお祝いしてよ、みんな。あと何年？35年。体調ミルク、こいさん応援してる、ありがとう。キャメロンさん、いらっしゃい。のぶちゃん、ミルク、ありがとう。シナモンさん、ジュン、レベル45さん、リセットさん、いらっしゃい。モシュさん、クマパン、ありがとうございます。ビクボワさん、かわいい、ありがとう。土田さんも好きな、メンタンピ私も大好きです、メンタンピ。あれ、土田さんはチートイツじゃないんですか？
麺単品もお好きなのか。やめて、早くしないとプレゼントで発電機が届くぞだって自給自足でね、あの発電しながらやろっか、配信もこぎながら、なんか自転車とかさ、こいだら発電できるやつあるじゃん。あれでこぎながら配信したら充電も早くたまるかもしれないやめてみんな、発電機届けないで、大丈夫、もうちょっとで届く予定なので充電器あ、っていうかちょっと充電が、よいしょ、つなぎ直しとこ。虹色さん応援してる、ありがとう。ひらがな、あ、じゅんぺいさんいらっしゃい、くまけんさん、なおさんありがとう、ローマジュキさんおにぎりありがとう、バリンチョさん、デメキンさんありがとう。わあ、マットさんおめでとう。あ、それ見たかも、ツイッター、リンシャン解放上がったのね。つかぼうさんいらっしゃい、ひなおちゃんの 3D キャラ作っちゃいました。あ、なんか見たかも、それも、しんいち、あれなんかめっちゃ美化してくれとるやつ、私を。マヨネーズとケチャップさんありがとう、ハイドさんお疲れありがとう、スカボーさん100キロありがとう、ケイスケさんいらっしゃい、体調フローありがとう。今日は女性の日なので、女性も羨ましがる可愛いひなポーズ。パはあ、はい、まるまる。ドナルドさんフルありがとう、おろしポン酢もかわいい何だおろしポン酢って、ありがとうございます。大文字テストさん応援してる、ありがとう。やべっちさんか、やべっちさんありがとう。はやてさん守りたい子の笑顔ありがとう。さかぴーさんいらっしゃい、ひなおちゃんが生まれる前から麻雀始めてるって、大長老じゃんそれ。ヤコポンさん100キラありがとう。少し大きめのソファーとおしゃれな壁時計の謎が解けた。あ、そうね、そうそう、あれだよ、あのソファーベッドを買ってるから、私、あ、その話だ、だから誰でも着ていい、いいようにしてるんだよっていう話をね、ちょっとしてたんだよね、ラジオで。誰でも誰でもは来たらいかんだけど。底辺さんフルありがとう。 Can you keep a、 あー、なんか聞いたら分かりそうだけど分かんないかも。底辺さん、おさぴーさん、うま、ありがとう。ようちゃん尊い、ありがとう。あら、そうなのか、リラックも。いや、私もね、喜んでると思って、タケノコさんたちが来たらリラックマってつぶやいてます。ようちゃん結婚してありがとう。むながねさんありがとう。お、のりありがとう。麻雀ひなほしゃんきっかけです、嬉しい、ありがとうです。あのね、勉強会とか言ってくれとったもんね、あの村上さんとかの、合ってる？
クニさん、海ほたるさん、ありがとう。あ、そっか、あの M スペースも行ってたって言ってたんだけど、感想する。大文字テストさん、えらい、ありがとう、えらい。サイさん、いらっしゃい。モクさん、キャラにぎり、ありがとう。ね、関西でのり本当やね、関西もしないと。ずっとしてないね、できてない。フーガネットさん、ミルク、ありがとう。うわ、めっちゃくれてる、ありがとう。フーガネットさん、お茶、ありがとうです。ローマ字よしさん、いいね。100キラ、ありがとうございます。関西行きます。海ほたるさん、お疲れ、ありがとう。全国ツアーね、確かにできたらいいな、全国ツアー。よいしょ、いててて。そうなのよ、おいしょ。は、遠いな。ファントムさん、いらっしゃい。バルドさん、ありがとう。イズタンさん、いらっしゃい。デザインセンスね、めっちゃ良きですよね、本当に。青のシンフォニーさん、岩太郎さん、ありがとう。こいさん、長マージャン初めて39年目だって。長ー、すごいね。ローマジェマサさん、ミルク、ありがとう。マシャマシャさん、ホノノンさん、ありがとう。サンゴクーさん、いらっしゃい。ユウジさん、ムラピーさん、ありがとう。ねえ、ヨコポンさん、背底と法廷も意味があるんですよね。美しいよね、なんかそれで上がれると。名前もめっちゃかっこいいんだけど、背底とか。お、韓国好きは応援しないさん、ムラピーさん、ありがとう。サクサクさん、ありがとう。お、ひでゆきさん、あ、そうなんだ、20年ぶり。あ、言ってくれてたっけ、それ20年ぶりか、麻雀再開したの。最近のロンロンの調子良すぎる、すごい。どれくらい調子いいの。ムラピーさん、ピカピカ、ありがとう。あら、そうなの、アマトーさん上がられたのね、私。トマトモさん、いらっしゃい。ヨウちゃん、フル、ありがとう。今日は教科書の日、子供の頃教科書に落書きしなかった。顔写真にヒゲとか端にパラパラ漫画、あー、書いてたかも、パラパラのやつは。なんかめっちゃ流行ってたよね、教科書にの隅の方に漫画書いてパラパラパラってやるやつ、書いてたような気がするわ。教科書よりもね、ノートに書いてた。お絵描き大好きだったから、そうな、学生の頃。
イトガールはね参加人数に出てなかったような気がするな。どこかに書いてるかもだけど、どうだろう。ずったかさんいらっしゃい。虹色さんね、平日ライブ、そうだよ、6月は平日なのでライブ、あれ今度のやつも平日だっけ。18もハラメタルンパン、ドナルドさんお茶ありがとう、ドナルドさんミルクありがとうです、川崎さんピカピカ、カーマインさん100キラーギフトありがとう、ハラメタルンミルク、青文字テストさフルありがとう、明日もファイト、アマトーさんアイス、ハラメタルンお茶ありがとう、たこ焼きおかずにご飯食べるって、いや全部たこ焼きなのよお弁当の中は全部たこ焼き、リュウピカピカありがとう、青文字テストさんいいねありがとう、ユッキーさんフルーありがとうございます、葛飾ラプソディ、中川に浮かぶ夕日をめがけて小石を蹴ったら靴まで飛んで、はい、お、サタリアさんいらっしゃい、こんばんは、お、さんいらっしゃい、かわいいたぬきさん、かわいい、隊長ありがとう、ありがとう、おばばありがとう、なになに、竹尾メイツさん、ショーンケイさんありがとう、お、ネコブ昨日は2000もありがとう、2000もとも全くいいところなく乾杯って言ってる、あれどっちもあれだったっけ、またやろうよ、ちょっとね今月はもうちょいやろうと思ってるから待ってるぜ、ネコポ、耳掃除専門の綿棒で、あ、知ってるよ、あの粘着してくれるやつだよね、耳のあれを、私耳のね、前も言ったかもだけど耳の穴が人より小さくて綿棒がね、あの入らないんですよ、もうこんな細い綿棒なら入るかもなんだけど本当にね入らないのよ綿棒が、これ悩み、浜子さん、タグケンさんいらっしゃい、大文字テストさん、お茶、あ、間違った、お茶ありがとう、お、なに隊長、お供チャレンジ復活しようと思ってます、今日は黒だよ、トラガンバさんいらっしゃい、 G さん、ペガサスさんありがとう、テストさんお茶、ショーンケンさん応援してるありがとう、テストさんミルクありがとう、え、見た、そうなのよ、リラックマなんかあのコメントかけるんだよね、ファイトクラブ、その対戦した相手に見えるコメント、武田ひなほ激推しって書いてくれてたねあ、それで最初気づいたな、多分、ありがとう、嬉しい、ありがとうです、グッチーおにぎりありがとう、ヘボさんありがとう、はやてさん守りたいこの笑顔、あらー、ありがとう、はやてさん35年なら生きてる、さとしさん、いや、リラクマいるよ、35年後
リュウフル、ありがとう。ゴールデンウィークの仕事がようやくずらせたので、あ、ひな姫の、あー、ありがとう、護衛応募してくれたの、ありがとうございます、嬉しい。リュウ、よかった。アーニャさんかな、アニャさん、声優さんみたいな声、全部可愛いって言ってくださっとる、初めましてなのかな、ありがとうございます。ヤマピー、ヤマピー、ヤマピーいるでしょ、35年後。ロッピーさんも、ローマ字マサさん、ミルクお茶ありがとう。6時に夕飯食べたけど、これから夜ご飯食べたらダメだと思う。いいよいいよ、まだ今日だから、ブラッチまだまだいける。悪魔のささやき。おお、ブーちゃんあと4年で還暦なんだ、それはお祝いするよ、したいね。ロッピーさん、レインボースター10個もありがとう、めっちゃくれてる。ボーダーさん、還暦先輩ありがとうね、還暦先輩さんいるね、このルームにも。サイさんいらっしゃい。宮内さんありがとう。いや、発電機大丈夫です。ギギさんいらっしゃい。サイさんおにぎりありがとう。ローマジヨシさんファイト。おー、ひなちゃん還暦祝い、95歳か、ヨシさん95歳、長生きしてね。大地さんありがとう。サンバさんいらっしゃい。なんでや、おぼぱいや、でもあの作ってくれたやつ可愛かったな、キャラみたいな。コシさんフルー、おー、ありがとう。2部19日、ありがとうございます。ハートのヨシさんありがとう。大ガッチさん、ヨッチさんありがとう。黄色い魚さんいらっしゃい。楽しい時間にゃんさん、コバさん、ペポさんありがとう。大文字テストさん、ミルクありがとう。おお、ようちゃんあれ飲んだ、推し活サポート見えるんあのね、こないだお供で飲んだ見えるんっていうね、目が良くなるやつ、よくなった、よく見えます。私、ストリートくんありがとう。やっくんおにぎりお茶ありがとう。のりありがとう。ひでゆきさんフローありがとうございます。明日を描くために未来へと、本日もありがとう。やっくん、キラリンコ、ひろひなさん、あ、ひでひらさんだ、ごめん、ひでひらさんありがとう。あ、違う、ひではらさんや、ごめんね、ひではらさんありがとうございます。ミルクもありがとう。メトロック出たよ、ヤマピー、メトロック、高一さんこんばんは。さとちゃんありがとう。全国ツアーと言いながら全部の都道府県回るアーティストってほぼいないよねって。それができるって、でも本当にすごいアーティストさんだよ、そのいろいろなこと、いろいろな面で難しいんじゃない、47全部やるってね。だ、10カ所とかでも難しいと思う。そうなんだね、行きたいけどね、いつか47。
太郎くん、シンディータレントさん、はちみつさん、ありがとう。アイスワンさんかな、ありがとうございます。スランプくん、ミルクお茶、ありがとう。フォレストキーさん、嬉しい、ありがとう。ヤチボーズさんかな、ありがとう。ムーランさん、ありがとう。麻雀好きは漢字に強いってこと？え、私麻雀用語の漢字しかわかんない。ユージさん、ミルクお茶、ありがとう。あれ、そんな大渋滞してる。ヤスノリさん、ヤフカラホーさん、シロシロパンダさん、あ、パン、ありがとう。ピョコニンさん、いらっしゃい。うわー、いいなー、猫プー。猿川プロ、え、あ、沢崎プロ、いいなー。あ、すごいじゃん、ニーフィニッシュだったの。緊張するな、それ。ヤマさん、おにぎり、ありがとう。毛玉京志郎さん、いらっしゃい。毎日ひなぷライフ始まった。おー、よきよき。ちゃんとさん、みっこんさん、ミルクありがとう。うっちーさん、はじめまして。か、あれ違うくない？はじめましてですかね。かなめしょうじさん、ありがとう。川ですね。あ、ごめんなさい、初見さんだったかな。ありがとうございます、嬉しい。あー、フォローしてくださっとった、ありがとうございます。わー、嬉しい。みっこんさん、ゆうさん、ありがとうございます。今日はいい日和でしたね。今日天気良かったね。ちょっと寒かった。綿棒は使いすぎない方がいいね。あ、全然、だからあれだよ、そんな使いすぎてはない。綿棒、いろいろ用途があるよね。メイクとかにさ、よく綿棒使ったりするんだよ。あきえもんさん、ミルクありがとう。音は聞こえるよ、すごい。だからさ、耳の穴が小さいということは、音がこう鋭利に入ってきてるのかもね。もしかしたらこう大きい人よりもこう響かずに入ってくるというか。どうなんだろう。なんか違うのかな。イヤホンとかもさ、すごい外れやすかったりする。オカムさん、ありがとう。あら、ブラッチも書いてくれとんや、コメント、楽しみだ。まゆまゆさん、ローマ字まこさん、おかきさん、ありがとう。あ、まこさん、キャラにぎり、ありがとうです。あけもんさん、100キラ、ありがとう。やまさん、お茶、ありがとう。おかきさん、バラに小判。やす兄ちゃん、100キラ、ありがとう。たけちゃん、ありがとうです。ローマ字のマスさん、バラ、ありがとう。還暦で、あ、そうか、還暦で出会ってくれたのか。そうだそうだ、シナモンさんとよ、スペメでね、スペースメイクで言ってくれてたっけ。それ35年だと自分は80歳近く。お、いるね、それは。カズさん、大工さん、フル、ありがとう。早い、20分なんだけど、これどんくらい遅れてんの私。今日もありがとうございます。今日はさ、告知たくさんさせてもらいまして、まずはね、この5月19日に私のファンクラブ1周年記念ライブが決定しまして、ありがとうございます。これはファンクラブに入ってくださってる方限定になるんですけど、場所は原宿で、原宿にてやることになりました。2部制です、2部制ライブで、
今日からなんとチケット抽選が始まっておりますので、ぜひお待ちしております。お申し込みこちらという URL も載せておりますので。あと今日ね、まだまだ告知してたよね、いろいろ。そう、6月にもライブ決まったし、5月、4月とあのイベントやライブがありますので、楽しみです。よろしくお願いします。なおさん、お疲れ様。北の空にひときわ光る星、俺です。え、星になった？35年後の話か。いや、いるでしょ、なおさん、いてよ。ひときわ光る星になるんだ、なおさん。負けません。カラチーさん、ありがとう。おさびーさん、ピカピカありがとう。ハチさん、いらっしゃい。おー、太郎くん100歳超えか。いいじゃん、いいじゃん、いてね。ウォルフィーさんかな、ウォルフィーさん。あ、スリランカから来たあなたの大ファンです、言ってくださったんやけど。うわ、スリランカってありがとうってなんて言うんだろう。シェイシェイ、センキュー。ウォルフさん、ウォルフィーさん、ハラメタのフル、ありがとう。ひなほちゃんとニョッキしたいから、ありがとう、抽選申し込むねって、ありがとうございます。ニョッキ。ワンガンさん、太鼓の奥間、今日もありがとう。アンドアヌさん、100キロありがとう。35年後は草葉の影からどこよそれ。アンドアヌさん、いてよ。35年後。ワンダーさん、フル、ありがとう。ドリーマー。夢を追いかけてひたすら走ってた、そんな日の僕はどこへ行ったの。えい、ありがとう。うわー、すごいな。ハロプロさんで47回るグループさんがいるんだ。大変だそれ、すごいね。ファンの方も大変だよね、そのずっとさついて いてライブ見に行ってる方とか、すごいな。えのさんさん、いらっしゃ。ブラッチ、おにぎりありがとう。スピードバードさん、ひらがな斉藤さん、ありがとう。ローマ字マサさん、パラありがとう。ノムさん、バッドイズさん、バッドイズさん、ありがとう。バンクバーさん、ミルク、ありがとう。バンクバーさん、お茶、ありがとう。ようちゃん、いいね。お笑いライブ、吉本の見に行くの、いいなぁ。 AKA さん、お茶、ありがとう。なあさん、いらっしゃい。コバさん、おにぎり、ありがとう。ほんと、再来週からボチザロックやるって。再放送のやつかな、アニマックスでって。アニマックスか。AKA さん、お疲れ、ありがとう。ドラさん、いらっしゃい。モーリーさん、ありがとう。ひなちゃんの好きな手役って三色同順だっけって。ね、三色同順ってね、あの書かれてたけど、好きなじゃなくてね、確かアンケート書いたんだ、あれ。あ、でも好きなだったのかな。得意なとかそんな感じだったと思うんだけど。そうなんよね、好きなだったらなんか一気通貫って書きそうなんだけどな、なんだっけな。
ちゃんたさん応援してる、ありがとう。タグ JP さんいらっしゃい。ワンガンさんフルー、ありがとう。闘技場は負けると3つも玉が持っていかれるので、あ、ええー、15個くらいなくなっちゃった。でもそれ1個以下までは減らないよね、確か。交流から落ちたりはしないんだっけ、一回上がったら。どうだっけ。そっか、ちょっとリスクが大きいのね。ハイルスク、ハイリターンってやつ。亀姫配信、時間あったらしたいですね。せっかくね、着せてもらえるから。ターコイズちゃんありがとう。ゴエモンさんミルクありがとう。初めて知ったワンタンさん、草場の影とはあの世のことです。だって草場の影からニョッキ。それはあれだね、覚えとこう。ローマ字のヨシさん、レインボースターありがとう。トモチンさん、コバキンさん、ゴエモンさんありがとう。セントちゃんいらっしゃい。赤花さんありがとう。お、なにさん、いつ私も好き、フリテン上等だって。いいね、いつに魂こもってますね、それ。バンクーバーさんフルありがとう。あっためまーだ。君のハートにコネクション、会えない日だってつながってる、恋のラインもどかしい距離。おい、ね、好きなってよく、そう、それ見たよ、ファイトクラブの私のプロフィールでしょ。三色同時になってたね。まあ同時も好きだけど、うん。わ、よしさんありがとう。ゴーストオブアスマイルを思い出してくれるといういいお天気で。あるよね、歌詞に。今日はこんなに晴れてるからって。認定員さんいらっしゃい。お、ゆきさん対戦しようね、ファイトクラブ。エフォートさんいらっしゃい。スーワンコーと本一が好き。おー、高いですね、すごい。スーワンコーね、出したいな私も。わしはひなほちゃんに一気通貫されてます。ハートがいいねそれ、君に一気通貫されてるって。チートイツ、お、チートイツ好きなのカズさん。マサさんありがとう。お疲れ様。やすすすさんいらっしゃい。ちょっとオトマタイムしようかな、ちょうど30分じゃん。よし、今日さ、ちょっとさ、ごめん、また家にお茶がなくてさ、もう先に飲んじゃったの。まあお茶なんだけど、お茶というかじゃじゃん、
クラフトボスのアイスティー無糖、あんた何日クラフトボス飲むのって感じなんだけど、今日もクラフトボスの昨日とは違う無糖アイスティーのシトラス香るやつ。え、ここまで来ると本当にさ、クラフトボスの回し物だよね。はい、ではちょっと飲んじゃったんですけど、一回飲みますね。うん、おいしさ。多分これもね、普通のあのいつも売ってるやつとはちょっと違うんじゃないかと思ってるんだけど、クラフトボスの。ではお泊まる方一緒に乾杯。お疲れ様でした。おー、あー、これめっちゃ美味しいんだよね、無糖のやつね。なんかね、他の今まで飲んだ無糖の中で一番渋みがないというか、一番すっきりしてる気がする。これがすごい飲みやすい、この無糖のアイスティー。これは美味しい。シトラスは確かにめっちゃ香ります。この匂いがね、レモンっぽい。めっちゃ美味しい。結構アイスティーって種類いろんなさ、ところによって味全然違うよね。よく飲むけど、ね、クラフトボスいっぱい出てるよね、新しいやつ。ありがたい、ありがたい、本当に。ボスの回し物。そうよ。高校生の時のさ、文化祭作った T シャツもボスのさ T シャツ作ってさ、ボスのさ顔のところに担任の先生の顔を入れるっていうのをしてたの。もうその頃からボスの回し物かもしれない。それもね、コーヒーとかも結構ボス買ったりするしな。コーヒー牛乳いいな、飲みたい。いい音だった、ちゃんとさ。よし、ジャワーティーってなんだっけ。あ、飲んだことあるぞ。杉下ひなぷ。スイズのりあきさん、ありがとう。マサさん、お疲れ、ありがとうございます。よし、ではランキング読みしていこうかな。ちょっと体勢変えようと。え、セブンのプライズ利用すればクラフトボスお得に買えます。そうなんですか。なんだ、その仲良しってこと、セブンとクラフトボスは。13位から、ひでゆきさん、ありがとうございます。毎日誕生ありがとう、ひでゆきさん。12位ピルコロ、ありがとう、嬉しい、たくさんありがとうございます。11位、大文字のテストさん、ありがとう、テストさん、ありがとうね。今日の10位、ブラッチ、ありがとう、ブラッチ今日もありがとう、誕生だよ。9位、ローマ字のマサさん、ありがとう、マサさん、ありがとうね、壇上嬉しい。8位、おがこさん、ありがとうございます、おがこさん、ありがとう。
今日も誕生日ありがとう。ラッキーセブン、おおさぴーさん7位、明日はいい日になるぞい、ありがとう。6位フーガネットさん、ありがとう、いっぱいいただきありがとうございます。今日もそして5位、あ、ワンガンボーイさん、ありがとう、ワンガンさん5位、今日もありがとうございます。そして4位ロッピーさん、ありがとう、ロッピーさん4位です、いつもありがとうございます、たくさんありがとう。そして3位、あぼん、ワンダーマークさん、ありがとう、ワンダーさん3位です、たくさんありがとうございます。そして2位、あぼん、はやてさん、ありがとう、はやてさん、わーい、たくさんいただきありがとうございますよ。そして今日の第1位、あぼん、じゃーにゃん隊長、隊長ありがとう、1600回か、ありがとうございます、すごいたくさんだね、ありがとう。ということで、お、すごい、4246盛り上げだ、わーい、4000超えた、たくさん盛り上げてくれてありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう。ということで、じゃあ今日は一曲歌って終わろうかしらと思いますので、リクエストお待ちしてます。リクエストタイム、よーい、スタート、スタート。あ、私がおばさんになってもじゃ、それもいつか歌いたいね。ちょうちょ結びね、プライドね、コスモス、瀬戸の花嫁の発売日なんですか今日。甘党さん、ホムラいいね、久しぶりにね、僕のこと、あ、最上級に可愛いのってやつだよね、ときめき宣伝部さん、それ可愛いよね曲、自分史上一番ときめき放つの、よく TikTok で聞くわ、いい日旅立ち、366日いいね、ライオン、萌えってエモって何っていう曲、ヨルシカさんの春泥棒か、春、ゴースト・オブ・スマイル、いいね、実会、トライアングラー、スイート・メモリー、私の私の彼は可愛くてごめん、いいね、生き物係さん、エール、群青、なだぞぞ、オッケー、決めよう。なんか目にゴミ入っちゃったか、あり？じゃあ、あ、トゥ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 、あれ？今探してます。あー、じゃ、はい、じゃあ今日はこれでドン。悲しみよりもっと大事なこと。
たに伝えたくて、ぬくもりと痛みに間に合うように、このまま続くと思っていた僕らの明日を描いていた、指合っていた光がまだ今日はリサさんのホムラでした。リクエストありがとうございました。あや、おさぴーさん拍手ありがとうございます。ワンダーさん、おさぴーさん、ミラボーくれてた、ありがとうミラボー。ディオキビタさん、スイカさん、ナナミンさん、たこ焼きさん、チョコレートさん、セントちゃん、デコズキさん、ありがとうございます。オカムさん、ありがとう。それではこの後ちょっとだけ TikTok ライブもしようかなと思いますので、お待ちしております。おやすみ、またね。5、4、3、2、1。
バイバーイ、おやすみ。